アホロラ競馬チャンネル。アホロラ競馬チャンネル、中の人のアホロラです。今回はウィニングポスト9/2020の種牡馬の系統確率についての動画です。5月28日と6月3日にタイトルアップデートバージョン 1.03 が実施され、史実競走馬の大量種牡馬入りと早期引退の不具合が解消されました。これにより種牡馬の系統確率にも少なからず影響が出ましたので、ホームページのアホヌラゲーム館に最新バージョンを反映した系統確率滅亡年表を掲載しました。その調査のためにオート進行でゲームを進め、自動で確立する系統を一つ一つ確認していたのですが、その過程でふと疑問が湧いてきまして、まず従来の系統確率条件の地域 5% という基準は変わっていないのか、またコースポやサイヤーラインから確認できる系統支配率は本当に系統確率に用いられる数字と同一なのか、今なお諸説あるこれらの件について調べてみましたので、その結果を報告します。調査方法はゲームを2021年未来スタートで開始、プレイヤーが介入しない場合でも2023年の年末処理で自動で確立する場合としない場合の両パターンが発生するティズナウ系をサンプルに使います。ティズナーの血を引く馬はほとんどアメリカにしかおらず、世界 2% の方の条件を満たすことはまずないと考えられるため、地域 5% での確率の検証にうってつけです。このティズナを確立年である2023年中の種牡馬、競走馬、繁殖牝馬のデータをこのような Excel に手作業で入力し、関数計算を用いて支配率を割り出していきます。まずは系統確立しないバージョンを調査。この場合は2023年末にドバウィー系が代わりに確立します。ティズナーの血を引く種牡馬をチェック。万能王系で相当すると簡単に確認できます。ティズナウ自身、ツーリスト3区の架空馬、ツーリスト、ダタラ、ティズウェイ、以上米国のみに5頭、種付け料合計は2850万円。全体に占める割合を弾き出すため、種牡馬全頭分の種付け料を入力していきます。なお日本とヨーロッパにはティズナーの血を引く種牡馬がおらず、計算の必要はありませんので、種付け料を入力する必要はなかったのですが、やった後で気づきました。計算結果はこの通り。種牡馬に関する2つの要素のみに限れば、米国での支配率が 5% を超えています。次に競走馬、ティズナーの子孫は日本9頭、米国56頭、分母となる総数は日本3960頭、欧州と米国それぞれ1020頭、合わせて6000頭で常に固定されているようです。計算結果はこの通り。種牡馬と競走馬の要素を合わせると、やはり米国で 5% 超え。最後に繁殖牝馬、日本に3頭、米国に16頭、分母となる総数はその時々で変わるようですので数えて入力します。数え方は1ページに13頭表示されるので、13×ページ数に最後のページの余りを足します。結果はこの通り。種牡馬、競走馬、繁殖牝馬の要素を全て足し上げると、米国 4.7%、 世界 1.6%、 いずれも従来の確率基準の地域 5%、 世界 2% に到達していませんでした。次に確立した時のバージョン、架空馬の種付け量が比較的高くなっており、5頭の合計は3300万円に増えました。先ほどと同じように全ての数字を入力した結果はこの通り。全ての要素を合計した結果、米国の支配率が 5% ちょうどで、ギリギリ確率基準を満たしています。また確率直後、2024年の状態も調べてみました。ティズナウ自身は種牡馬を引退、代わりに架空スーパーホースのミスターバルボアが種牡馬入りしましたが、支配率は確率基準以下にまで低下しています。これをコースポおよびサイヤーラインで確認できる血統支配率と比較したところ、数字が完全に一致していることが分かりました。調査は以上です。この結果により、まず地域 5% の基準に変更なし、次にコースポやサイヤーラインの支配率は確率に用いる基準と同じ、このように結論付け、ホームページにもこの通り記載しました。
ただ現時点では調査対象がティツナー受けのみと、サンプル数において心もとないので、気が向いたらまた別の系統で調査するかもしれません。もし違った結果が出たらその時はお知らせします。それにしても全世界の系統支配率を毎年正確に更新しているコースポ、なんとも素晴らしい取材力ですね。これにて今回の動画は終了。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。